定年後にやりたかった100のこと、今日はこれ高千穂に行ってみたいということで念願の高千穂にやってきました。最高。まずは天の岩戸神社、ここでは天照大神がお隠れになった洞窟天の岩戸が見れるんだけど、撮影禁止だったんだ。僕はこの目でちゃんと見てきたよ。歩いて10分ぐらいのところに天の照河原があって、こちらは天照大神が岩戸に隠れて暗黒の世界になったから、どうするどうするどうする、八百万の神様が話し合いをしたところなんだって。なんか神秘的。高千穂郷にも行ってきたよ。本当に素晴らしい渓谷です。串古神社にも高千穂神社にも行ってきたよ。高千穂神社では夜神楽を見てきました。生で見ると迫力あっていいですね。次から天照大神、天照大神って言ってるけど、どんな神様か説明するよ。簡単に言うと天照大神は太陽の神で、イザナギとイザナミの間に生まれたけど、弟神スサノオノのところを乱暴によって川の岩戸に隠れたんだ。この時太陽の神様だから世界は暗黒の世界に包まれたとされている。だから天照大神を外に出そうと他の神々が話し合ったんだって。天照大神が隠れた洞窟の前でたくさん踊ったのが神だよ。そして天照大神が真っ暗なはずなのに、なんで枯れそうな声が聞こえるんだ、出てきたから世の中は明るくなったんだって。諸説あるけどね。